九州では女子選手がまだまだ少ないので、自分を見て、キックボクシングやってみたいなと思ってもらえるような、試合をしたいと思います。上野選手は、ベテランで経験豊富だと思いますが、気持ちで負けないように頑張りたいと思います。試合を見てくれた方がファンになってくれるような、そんな熱い試合をしたいと思います。前回に引き続き、今回も呼んでいただきありがとうございます。前回は不甲斐ない試合をしてしまったので、今回は自分らしく戦って必ず勝ちます。一歩も引かず前に出て、打ち合って、今回こそは必ず勝ちますので、楽しみにしていてください。応援よろしくお願いします。